検証論文の特別告知ということで、旧国新刊からですね、皆様の方に今募集をしている検証論文について再告知をさせていただければというふうに思ってます。政治家の、業績を図る、そして行政の業績を図る、条例を案を作ってくださいというお話を、しているわけですけれども、しかし条例案をですねそのものを作るというのはちょっと言い方の問題があれだったかなと思ってるんですけども、それはやっぱりハードル高いかなというふうに思っています。そこで、推薦図書をですね今回皆様に一つお伝えをさせていただいて、でその本の感想とですね今の政治の在り方でどんなふうに行政を運営していったらいいのかっていうような、感想論文でも全然構いませんというのが、今回皆様への告知ということです。でそのおすすめの本は、何ですかっていうとこっちで、この本なんですけど、この行政評価の時代というですね上山真一先生が書かれた本、2、3時間あれば読み終わると思うので、ぜひこれをですね一読していただいて、で今の行政役所の在り方について論文を募集したいなというふうに思ってます。ちなみにこの本のですね発売初版の発売日はですねなんと1998年3月30日なんですね。つまり25年経ってるわけなんですけど、ほとんど25年前とぶっちゃけほとんど行政の状態は何も変わっていないというか、この本の後にね、実際の職員の人とか、国の方でも、これを参考にしてですね、一部行政改革行政評価というものは進んできたんですけども、ただ本質的な問題というのは全然まだね、解決をしていないという中で、今この25年前の本を振り返って、そして、現状をですね、皆さん見ていただいて、じゃあこのね、四半世紀進まなかった、そして本来進めるべきだったことは何なのかということについて、ぜひ検証論文をいただければなというふうに思ってます。で、その検証論文の内容も含めてなんですけれども、来年は統一地方選挙ですから、そういったね、本来自治体ってのはどういうふうに経営されてどういうふうに評価されるべきなのかということについて、我々旧国シンクタンク今後ともですね、広報告知そして普及実現をしていきたいと思っておりますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。では検証論文お待ちしております。ありがとうございました。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからにはちゃんとしたシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面に今直面しているではないのか。その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですかって。チャイナが欲しがるような資源を持ってる中でまだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。